宇和島市の神社で秋祭りが行われ、370年余り続く民俗芸能、八つ鹿踊りが奉納されました。戦間の愛称で親しまれる宇和島市野川の宇和津彦神社に江戸時代から伝わる八つ鹿踊りです。鹿の頭をつけ、藍色の着物にわらじ姿。声変わりする前の小学生の男子が胸に抱えた小太鼓を叩き、哀愁を帯びた歌を歌いながら優美に舞い踊ります。伊達政宗の長男で宇和島藩初代藩主の秀宗の家臣などがふるさと仙台の獅子踊りを真似て始めたと言われていて、7頭のおじかが庭に隠された1頭のメジカを見つけ出し喜ぶ様子を表現しているそうです。奉納後、一行は地区を練り歩き、店先や玄関前などで叙情あふれる優雅な踊りを披露していました。